サンドロケス TV 工事隊長でございます。皆様いつもご覧になっていただいてありがとうございます。本日はですね、ラウドネスのファーストアルバム The Birthday Eve 誕生前夜、こちらのアルバムの中から推しの3曲を皆様にお伝えしようかなと思っております。まあ全曲おすすめなんですが、まあ特にこの3曲推しをね、皆様にお話しようかなと思います。こちらのアルバムはですね、1981年11月25日に発売されたということで、私、15歳、高校1年生でございますね。まあ他のね、動画でもお話ししておりますが、もう発売日にね、このレコードを柏の新生堂にですね、買いに行きました。確か学校帰りにも速攻ダッシュで行って、多分予約してたんじゃないですかね。それで買って、ソニーのね、こう、一体型のステレオか、もしかしたらまだそれが買えてなくて、テントウムシプレイヤーだったか、ちょっとどちらか覚えてないですけど、それで初めて聞いたという記憶でございますね。まあ、それではですね、まず推しの1曲目ということで、このアルバムの1曲目になっております、Loudness。はい、こちらが推しの1曲目でございます。まあ、このアルバムで一番の推し曲ですかね、Loudness は。まあ、この曲をね、初めて聞いたときはもう衝撃しかなかったです。もうぶっちゃけ本当にびっくりしちゃって。高校1年生ですよ、15歳ですよ、こんなもの聞かしちゃいけません。もうその道にのめり込むしかなくなっちゃうでしょ、これ聞いたらね。だってですよ、最初のって怪しい音から始まって、キュイーンというあのチョーキングと、でゴーというこのアーミング、もうこれだけでもう、何って15歳の少年はなるじゃないですか。そしてあの超かっこいいリフが入るわけですよ。ジャガツカジャガツカ始まるわけですよ。これもうどうしたらいいんだ、もう本当に多分俺ドキドキしてたんじゃないかな、初めて聞いた時。すげえの連続なんですよ。そして新原さんのあのシャウト、もうね頭が追いつかなかったです。最初何が起こってるのか分かんなかった、ぶっちゃけ、かっこいい、すげえ、何この高い声みたいな、もう何が何だか分からなかった。素晴らしいっていうことで、でね、これはまあ改めて今回聞いてみてっていうところもありますけれども、この40年以上前にこのギターの音ですよ。わかります皆さん。まあ、もう高崎さんの音なんですけど、この当時からね。もうすげえと思って。確かね、これ、片方のチャンネルだけじゃないですかね。2本ギターが入ってなかったんじゃなかったかな。まあ、ほんのちょっぴりリバーブがかかってて、もう少しだけ翻るような感じで、そして今聴いても変わらない高崎さんのあのギターサウンド。生々しいというか、本当に目の前で弾いてくれてるようなこの音がね、本当にやばくてですね。もうギターソロももう全部入りね、覚えやすいフレーズあり、ライトハンドあり、あ、ライトハンドじゃない、タッピングか、タッピングあり、すごい、超早弾きありね、今聴いてもすげえなって思います。コピーしたいって純粋にね、15歳の少年は思いましたけど、できませんでしたけれども、本当にすげえなと思って、もう感動と衝撃と、もう本当に頭ぐちゃぐちゃでしたね、この時はね。そのぐらいもう推しというか、ラウドネスと言ったら未だに俺これじゃねえかなって思うぐらい、そういう素晴らしい曲、1曲目ラウドネスでございました。はい、そして推しの2曲目ですね、アルバムの2曲目に入っております、セクシーウーマンでございます。まあこの曲もですね、もう後でもお話しますけど、もう原点っすね、私のこのリフの作り方とか、こうちょっとしたフレーズとか、あの入れるタイミングとかね、まあ原点と言っても本当にいいんじゃねえかなと思うぐらい、まあこの曲ももちろんコピーしたんですけど、あのギターソロはちゃんとコピーしてないけどね、リフとかすごいコピーしたんだけど、もう本当に今でもその技を使うとかっていうフレーズがたくさんあるんですよ。こうちょっとしたフレーズをこう隙間に入れるとかね、今でもそういうのはやるし、頭にパッと思い浮かぶのってそういうところっていうのを改めて今回聞いた時にそう思ったの。やっぱ原点なのかなって、コピーしたからだろうなって、もう半分癖なのかもしれないですね。ヘビーメタルのギター、こういうもんだ、工事こういう風に弾けよって高崎さんが教えてくれたんじゃないかなと思うようなフレーズがたくさん入ってる曲でございますね。あとやっぱりね、ギターソロ前の展開とかもこれね、めちゃめちゃ考えられて、まあイントロもすごいなと思ったんですけど、いきなりチャ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 って普通思いつかないでしょ、メタルで。そんなの、そういうのをズコンって入れてくるあたりとか、ギターソロ前の展開とかね、やっぱ高崎さんって天才なんだなって思います。まあもちろんいろんなものを吸収されてると思いますけれどもね、その当時から。
もう本当にすごいなっていう、もうアイデアがもう溢れ出ちゃうんでしょうね、きっとね。そういうのがこうすごく散りばめられてる曲だなと思います。まあ俺的にはね、そのリフが一番推しだと思うし、まあ、ギターソロもめちゃくちゃかっこいいんで、そういう部分 もちろん推しなんですけど、全体的にこの曲を見た時にすごいな、高校生の俺ですらあのチャッチャーチャッチャーってイントロはちょっとびっくりしたからね、本当にどうやって抑えるのかそれも分かってない俺がですよ。これはちょっとまあ違う風味を入れてきてるなっていうのが分かったぐらいだからね。まあ、さっき言いましたけども、そのギターソロ前にそういう展開面白いことがあった後に速いリズムに戻って、疾走感のあるリズムに戻って、まためちゃくちゃ速いギターソロに入るというね、今でこそ当たり前ですけれども、やっぱね、それもやっぱりあの当時はすごい考えられて、どうやったらそのギターソロがより映えるかっていうのが考えられた曲作りだったんじゃないかなと思います。でも本当に全体的に聴いて、このクオリティの高い曲がこの2曲目セクシーウーマンだったんじゃないかなと思います。はい、そして推しの3曲目はですね、アルバムのラストに入っておりますロックショックでございます。まああのセクシーウーマンもそうですけど、もうこの曲は本当に純粋に単純にと言いますか、私の大好きなこのリフ、かっこいいリフと、そして速いリズムね、速い曲、まあ昔から言ってますけど、その感じかなというところで推しだという感じでございます。あとね、まあこの曲はね、リフはもちろんかっこいいで、ギターソロもあのフレーズがあって、あの決めのフレーズがあって、それもめちゃくちゃかっこいいんですけど、もうこの曲はね、リズムかなと、樋口さんのラウドドラミングがめちゃめちゃいいな。あの B メロのところのこうドコタカドコタカドコタカってやるところとかね、めちゃくちゃかっこいいんですよあれが。はい、樋口さんはツーバス使わないじゃないですか。でもツーバスっぽく聞かせるって、それは記事でロッキン F だからなんかで見て、そうやってやってるんだなんて思いながらね、まあ、研究した日々だったんですけどね、高校生の時はね。それがもう随所に出てくるこの曲には。だやっぱりあの山下さんと樋口さん あのリズム体がものすごい疾走感を生んでるんですよね。ただ速い曲になったら世の中にたくさん溢れてるんですよ、いっぱいあるんです。でも疾走感まではねなかなか出せない、ただ速いだけになっちゃうんですよね基本的にはね、あの疾走感が出せない人たちがね。でもこの2人の出すリズムはすごい、もう疾走感っていうことがぴったり、ロックショックじゃなくて疾走感っていうタイトルでもいいぐらい、そのぐらいこの2人のリズムがすごくてですね、そこにあの新原さんのものすごい高い声で歌うボーカルと高崎さんのタイトなギターが入ってきて、もうさらに疾走感を生むという。そしてなんとこのリフめちゃくちゃかっこいいんだけど、難しくはないんです、弾くのに。だからすごいって俺言ってるんですけどね、いつもね、はあ、難しいリフでかっこよく聴かせるのはありですよ、それはもちろん。だけどステージングができないじゃないですか、ギターをずっと見なきゃいけないから。でもこの曲はそうじゃない、もう向こうずっと見ながらでも弾ける。まあそれは嘘だな、俺は見ちゃうけどでも高崎さんだったら多分見ないで弾けるぐらい、そういうリフ作り、あのかっこいいくて弾きやすくてっていうのはこの曲にまさにそうかなと思います。あとまあこの曲ね、あまあまあこの曲というか、まあ、全体通してですけど、ギターの音もいいんですけど、俺ねスネアの音もすごいいいなと思ってて、まあ、ドラムの音色についてはね俺あんま詳しくないですけど、この樋口さんのこのスネアの音は俺結構好きなんですよね、はい、やっぱりこうタカ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 とかスネア叩かれるとね、こうちょっとこういいかっこいいよみたいなのがあるんで、まあ、疾走感も含めてその辺もこの曲は聴いていただけたらなと思います。はい、そういうわけでね、推しの3曲ということでお話しましたけれども、いかがだったでございましょうか。まあね、あの全曲推しなんですけれども、まあ、特にこの3曲俺好きだなと思ってお話ししました。こちらご覧ください、ラウドネスのね、あのデビューライブのチケット、これなんとメディアのドラムのアイドル田村がまだ保存してたということで、まあ、田村と一緒に見に行ったんですけれども、浅草までね、なんとこのチケットを持ってたというね。でね、実際にね、これもまあ他の動画でもお話しますけれども、浅草のね国際劇場というところで、ラウンドネスのデビューライブということで見に行ったんですけど、浅草に行ってそこで確かね2万3万しなかったな、2万5000円ぐらいおばあちゃんにもらって、高校生だったんでお金ないんで、で革ジャンを買ってですね、ダブルの革ジャンをそこで買って、あの来て見に行ったっていう思い出がありますね、デビューライブはね。逆にね、内容はあんま覚えてないんですよ俺。田村だったら覚えてるかもしれないから、この田村に話させますけれども、革ジャンを買ったとか、田村とかあと見に行ったとか、そっちばっかり覚えて、浅草ってこんな風になってんだとか、そればっかり覚えててね、ライブの肝心の内容を覚えてないというところが
私らしい感じでございますけれども、はい、その次のね夜音も見に行きましたね、はい、でさっきもお話ししましたけれども、まあコピーはねギターソロも含めて完コピーはちょっとね私のテクニックではできなかったんですが、リフとかね、曲全体をコピーしたりとか、まあ、高校生の時一生懸命やったんですよ。いろんなバンド仲間がいてみんなラウネス好きでね、まあ、コピー合戦じゃないですけど俺これ弾けるようになったよなんて言いながら、一生懸命コピーした記憶があるんですが、まあ、さっきも言いましたけど本当改めて今聞いてみるとね、まあ、本当に原点だなっては思いますね。全然わからないところからヘビーメタルのギターってこうだねっていうことでコピーしていったわけですから、まあ、アイアンメイデンもそうですし、まあ、もうちょっと後にね44マグナムとかもコピーするんですけど、一番最初はまあレイジーのドリーマーだったりとか、まあ、ラウンデスのファーストアルバムを、まあね、あの当時だからヤングギターとかこうタブ譜を見ながらね一生懸命コピーした記憶がありますね。だから本当に原点というか、今でもそのフレーズを使うなとか、あこのタイミングでこういうフレーズ入れたくなっちゃうよねっていうのはやっぱりここなんじゃないかなと俺は思うんですよ。44マグナムもそうなんですけど、あの当時に聴いていた曲たちを今でもやっぱり、うん、まあ、原点というかね、コピーしたから頭に残ってるとかもう体が覚えてるのかもしれないですね。なので、あこう来たらこう来るよね、この次はこういうコードでこう行きたいよねっていうのはやっぱりこの当時に一生懸命コピーしたものが体に残ってるんじゃないかなと思います。まあね、ラウンネスといえば俺は高崎さんのコピーをしていたわけですけど、まあ樋口さんのねあのラウドドラミングをみんなでコピーするっていうのも結構ありましたね。あの当時ねこうスタジオ入るでしょ、そうするとみんなでねあのドラムの奪い合いになるんですよ。俺樋口さんのこれできるようになったぜっつって、あのラウドドラミングをねできるようになったって何の自慢だか分かんないんですけど、みんなでそういうコピーをしたのをこう披露したりとか、タカタ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 カほらねなんて言いながら、こうちっちゃいタムとか並べてね、やったんですよ昔はよく。はい、タカタンタタカタタンタタカタタタカ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 タカタ、あー今失敗しちゃったなんて言いながら、よくやったものでございますね。はい、全員がこう順番に座って今のフレーズを叩くんです。タカタンタタカタタ、それどうやってやってんの、もうちょっとギター練習しろよ俺って感じなんですけどね。ドラムも好きだったんでドラムも一生懸命そんなことやりながら、はい、遊んだものでございました。まあ、本当にね40何年前にこの曲が出てあの音で出てねすごいなって本当に思いますし、今聴いてももう全然古さを1ミリも感じないっていうのはやっぱりラウドネスの凄さなのかなと思います。まあここからねセカンドサードって、まあ、ラウドネスを出していくわけで、またその辺のねアルバムのお話もしようかなと思っておりますけど、まあ本当にまさに原点かなーなんて、うん、日本のヘビーメタルはここから始まったんじゃねえかなって、もちろんもっと前からありますよ、ありますけどヘビーメタルだよっていう風に宣言して、うん、やったのはこのアルバムからなんじゃないかなって気は俺はしています。はい、もちろんねもっと先輩たちがやられてきた音楽があるんでね、あのこっからだっては言い切れないけどね、はい、そんな気が俺はしております。本日は以上でございます。面白かったなとかまた見てもいいよという方はですね、チャンネルの登録をしていただけると非常に嬉しいです。いいねやコメントお便りもお待ちしておりますので、ぜひよろしくお願いします。それではまたね。